田中一郎のギターアッパーカット。ギターアッパーカット、ご案内いたします田中一郎です。 AJ と書いてあやです。さて、今回ですね、はい、前回に引き続き、ガンズ&ローですね。ロックロックロックですね、突き詰めてまいります。今回はあの前回に続いて、同じゲストなんですけども、もっともっとギターの直接の音なんかも聞けると思います。紹介します。大橋隆さんです。よろしくお願いします。よろしく。いきますよ。ガンズ&ローゼズのサウンドを追求する2回目、ゲストに元世紀末のギタリスト&コンポーザーとして活躍した大橋隆を迎え、ガンズサウンドの魅力を探ります。まずは大橋さんの音楽的バックボーンから話はスタート。大橋さんはでもそのかなり振り返りますと、うん、その10代の最初ギターにショックを受けたり、うん、最初の衝動というのはどの辺のアーティストなんですか？傾向として、エアロスミスが好きでしたね。エアロとかキッスがちょうど1回目の全盛期の頃、はいはいはい、ちょうど小学校ぐらいの頃で、うんうん、でもうこれっていう感じで、あれでしょ、それが女の子に人気があるとか、うん、お金持ってるとかじゃなくて、あれになりたい、あ音が好きだった、ね、あすごい 言うね。いやいや、あの、うん、これはよくね、ギタリストとか、うん、音楽始めた理由がモテたいからとか、うん、そういう全然思ったことない。楽器やってモテるなんて思ったことないし、うん、音がね、うん、好きだった。かっこいいですね、そういう、あでもね、僕ね、音までは正直って思わなかったけど、うん、あれになりたいと思いましたね。で目に入んなかったですよ、その、うん、モテてるとか人気あることよりも、うん、もうそれに惹かれちゃったみたいな。でもそう音なんです。だから、いやじゃあその世紀末辞められた時も、うん、例えばストーンズが出たイギリスとか、うん、そういうふうに行くればもう素直にアメリカ。そうですね、当時はアメリカのロックがすごく、うん、まあ、子供頃から割と好きで、うん、でその後イギリスっていうイメージはね、ストーンズとかまだ全然分かんなくて、うん、イギリスっていうともうなんか暗くてウェットな音っていうイメージだったんだね、うん、当時は、うん、だから、まあ、アメリカの割とドライな3分ぐらい、うん、曲が3分で終わるようなシンプルなポップが、ね、確かにね、例えばエルビス・コステロだったり、うん、まあ、あんまり有名じゃないけどグラハム・パーカーとかその何ちょっと鬱屈したようなさ、うん、ジャムもそうだし、うん、スティングだって決して明るくはないもん ね、うん、そ, うだね。そういった意味では、うん、やっぱり島国同士ちょっと、うん、日本人の憧れるというよりは、うん、似た匂いを感じるところあるじゃないですか、うん、それに対してアメリカってやっぱりさ、うん、空の色からうん、でロックの持つエネルギーとか、うん、やっぱり何メジャーリーグ的な分かりやすかったですね、うん、あるよね、うんうん、でも僕らからその、まあ、世紀末の話ばっかり終始したら申し訳ないですけど、企画性がすごく高いバンドなのに、うん、音楽的ないろんなエッセンス盛り込んだ曲多かったじゃないですか、うん、そのハードロックはもちろん基本なんでしょうけども、うん、ちょっとだけ4ビートのエッセンス入れたり、うんうん、さらっとそういうのをさ、うん、だから音楽的にすごい何ある種もなんか成熟したメンツなのかなと勝手に外から見て思ってたんですよ、うん、そうですね、あの世紀末に関してはもうあの、うん、フォーマットがはっきりしてるんで、うんうんうん、だから割といろんなものを持ち込んでどう料理するかだけだったんですね、うん、だから音楽性が云々とかそういうことを一生懸命考えるわけじゃなくて、うん、素材をどうフォーマット、うんね、このフォーマットに合わせようかっていう発想だったとは思うけど、うん、いやあのガンズ&ローゼズとか多分大橋さんがやりたかったバンドっていうのもロックっていう言い方しかできないんですよ、はい、でロックっていう言い方が逆にある種聞かれた時に答え方が危険でさ、うんうん、何でもできるんだけどいろんなこと入れると聞いてる方は何も分からないよね、うんうんうん、だそれがどんくらい様式美なのかどんくらい新しいアカデミックなものかっていうバランスがね、うん、一つ一つのカラーになるんですよ、うんうん、ビートルズの頃からありますよね、そのバンドでそのなんていうんだろうな、ステージにポンと上がった時にプレスリーはもう一人で、うん、もう全ての目線がそっちに行くけど、うんうん、ビートルズが出てきてから目線がいろんなところに行けるっていう楽しさ、うんうんうん、で、まあ、ストーンズもそうだったし、うん、キースとミックが、ね、2つ花が 色の違う花が ね、ステージに2つあると、うん、やっぱそれが、まあ、エアローにこうつながってって、うん、なんか、うん、ロックンロールバンドのもう掟みたいになりましたよね、うん、シンガーとギターかっこよくないとダメみたいなね、で、うん、後ほどまた大橋さんにね細かく説明をお願いしたいんですけど、はい、あちょっとね、ただブルースとか、うん、R&B とかを基調としたバンドじゃないなと思うのが、うん、結構ギターリフ作りがね、結構細かいのよ。ね、意外とシンプルにしておいて、例えばダー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 ツッターってやっておいても、ダーダーとかさ、ガーンガーンとか、いきなりやったんじゃ、ね、できないの、うん。ここはこれでやろう、ここはこれでいいよね、イージーとか言いながら、うん、やってるのが、ね、結構見えるの。だからあのラフにやっといて、意外と真面目に構築はしてるのかな、うんうん。そうですね、うん。あれはストーンズにはないね。
ストーンズはどっちかで行き当たりばっちりだから、バッチリ行き当たりばっちり。キースが弾いてローンとか、あ、ごめん、あ、こっち、あ、こっち、あ、ごめん、ごめん、ごめん。で、帰った後、ミック・ジャガーが全部入れ直してますから、それは後ほどストーンズの特集で僕は全部教えていきます。エンジニアからいっぱい聞きましたから。いや、というわけで、ちょっとね、そうやってその子の時代の感じとかね、お話を聞きましょう。ちょっとこの後、ギターを持っていただいて、ちらり聞いてみたりしたいと思います。今回演奏で使用するのはマーシャルが送るグルバルバンプの新シリーズヴィンテージモダン。60年代初頭のマーシャルヴィンテージサウンドを再現しながらもマスターボリューム、デジタルリバーブなどモダンな機能も盛り込んでいる。さて田中さん、はい、まずですね弾いていただくんですけど、その前に、はい、ちょっと私たちの後ろにマーシャルの、はい、こちらのモデル、新しいモデルなんですけど、ヴィンテージモダンというモデル、うん、これをですね、これからスラッシュがこちらの方を使っていくということなんです。今後、うん、今後でしょ。そうそう、なるほど、あ、そうなんですか。ですって、最初の頃っていうのはあれ、うん、オールドタイプ使ってたんですかね、デビュー当時は。あれね、JCM800 だったと思う。あ、ということはマスターボリュームあるやつ、うん、まあったかどうか分かんないけど、うん、銀版、まあ見た目こんなやつで、うんうん、もう両方切れてるやつですよね。いわゆる当時のニューマーシャルって言われてたやつで、トレブルきついやつだよね。マーシャルってね、まあ細かく分けたらいっぱいあるんですけど、うん、最初のマーシャルっていうのはインプットが4つあって、うん、それに対するボリュームが2個あってね、うん、でインプット1がちょっとトレブリーな感じで、うん、インプット2が若干おとなしいんですけど、うん、インプット1に入れて、うん、パラレルインプットがもう1個あるところから2のインプットに入れて、うん、その両方の音色をこう比べながらブレンドしていくのがあったんですよ、ね、でそれがその800前後からインプットが1個になって、うん、マスターボリュームとプリのボリュームがあって、うん、いわゆる入り口出口、うん、入り口を上げて出口を下げると歪む、うん、出口を上げて入り口を下げるとクリアな音になるっていうので、こう歪み具合を調整しながらイコライザーを低音コーンあるぞっていう。でまたちょっと専門的な話をしますと、マーシャルっていうのはトレブル、ベース、ミドル全部ゼロにしたのがフラットで、上げていくとブーストされるんです。でプレゼンスっていうのはプリアンプじゃなくてパワーアンプ部に所属してますので、ちょっとそれ置いといて、でフェンダーっていうのはですね、ミドルが10、トレブル、ベースが0っていうのがフラットです。だから中音は減らしていくパッシブが基本で、低音と高音は増やしていく。でマーシャルは全部ゼロが基本っていうね、あるんですけどね。次回からホワイトボードでこうでもそのイコライザーというかトーンコントロールの伝統は今も引き継がれると思います。でたまたまさっきちょっとね、はい、この収録する前に大橋さんとして見たんですけど、はい、こっちのそれがその1番と2番という考えをね再現したと思うんですけど、うん、ボリュームが2つあって、うん、プリアンプボリュームスってのがあって、ボディとディテール、つまりボディは芯だぞってね、はいはい、俺の魂は聞いてくれっていうのもんですよ。ディテールというのは俺のチャラチャラした部分は見てくれっていう、ね、ファッションだぜというのがジャリジャリジャリと合わせるとね、はいはいはい、まあ、ね、それはやっぱりこれからスラッシュさんがやるステージを見てから、そうですね、プログラマーの購入をゆっくり考えたいと思うんですけど、片や同じマーシャルからね、今日はお借りしてきたのに、はい、4チャンネル、完全独立4チャンネル、うん、クリーンチャンネル、クランチチャンネルね、それとディストーションが2種類ある中で、うん、大橋さんがどれを選ぶかそれは分かりませんけど、ね、楽しみですね、いろんなチューニングができるアンプですね、うん、選べるほどよくまだ触ってる時間がなかったんで分かんないんですけど、うん、まあ、クランチチャンネルが一番な、オーソドックスというか、そうですよね、オーバードライブの1、2の方は試したんだけどかなり歪み、ハイゲインな感じでね。クリーンはマーシャルのクリーン、ちょっとこうでもあれですよね、前の3000シリーズよりは綺麗な感じですよね。そうか、ちょっと3000のクリーン微妙だったもんね。いや悪口じゃありませんよ、現状報告ですよでクランチってなんかこれがさ、チョコレートじゃなくてさ、そうだけどね、いやクリーンって一番何も歪んでない音、でハードデストーションがガン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 って音じゃない、でクランチっていうのがそのリズムギターを弾いてもいいぐらいのやや歪みなんですけど、はい、要するにそれがね、自分のリズムギターは全員がクランチだと思ってるって思うんですよ、うん、フュージョンの人もおいこれクランチだよ、うん、ハードロックの人が見たら超クリアじゃんクリーンじゃんと思ってもそうで、ハードロックの人がこれクランチって言ってもめっちゃヘビーディストーションって思う感じだから、それぞれのクランチをガンズはね、うん、いいとこ持ってってると思う、うん、エジーさんの方がまあよりクリアなクランチだし、うん、まあ、ちょっとスラッシュのはね、ややハードロック気味というか、そうですね、よく歪んだギターで、うん、よく歪ましてたやつで ね、サスティンがあったね、スラッシュ、うん、イージーの方は割とスカスカな感じ、うん、ちょっと弾いてますよ、うん、これは、まあ、
マーシャルサウンドですね、うんうんうん、マーシャルとレスポールっていうとまあ大体こういう、うん、マジかね。いやでもあれだね、全然太い音ですね。こいつはそうですね。やっぱねいやさすがにその何ハンバッキングに生まれ変わったというか、うんうん、ギターってやっぱ生鳴りが一番、エレキでも何でもこう、うんうんうん、まあ、見た目も大事かもしれないけど、うん、生鳴りがやっぱ一番重要で、うんうんうん、だからこれアンプ通してなくても、うんうん、こういう上から下までバランス良くなってるっていう、うんうん、そうしたらもうあのそこそこのピックアップついてればアンプからもそのままの音出てくるんで、うんうん、アコギと変わんないですよ、うん、というかギターってね、原理からすると一緒ですよね、うん、だ結構ね、あんまりやったら寂しいんだけど、うん、家で5、6本のギターを比べるじゃない。だ本当に順列つくのよ。つきますね。でさ、俺が可愛がってるギターが意外となんなかったりするのよ。お前なんで今日4位なんだよとか思うのよ。2位ぐらいになってくるよって。もうなあの前回やったさ、ジムヘン君とやったのシュルストラとかね、はいはいはい、あいつ結構4位なんだよ。あ、強いなんですか。最近可愛がってるんだけどね。これうちに来たらダントツ1位だったらやるなと。いやでもね、意外なギターが1位だったらするんですよ、僕も、うん、だ例えばフレットが減ってさ、はい、もう弾きにくいなと思ってても、うん、鳴るとかあるじゃないですか。でも減ってきたからフレット変えようかな、うん、でも音も変わるだろうなとか、うん、もう如実に変わるよ ね、 そうですね、フレット、うん、だからまあナットとかだったらちゃんと材質選べばそんなに変わらないけど、うん、フレットは変わるかな、フレットあたりね、うん、なかなかそうなるとあの踏ん切りがつかないですよね。そうなんですよね。どのタイミングで出そうかなって、うんうん、まだいけるかなとか、ね、そう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 、うん、だからあの電気部品っていうのは別に、はい、あの取り替えても元に戻せますからいいんですけど、うん、フレットとかね、うん、木工部品に関しては変えたら戻んないからね。結構チャレンジな感じ、ね、うん、ちょっとなんかいろんなダラダラとお話ししてきましたが、はい、そのスラッシュイズイ系大橋さん系をブレンドしたような音を一瞬聞いてみようかななんて、はい、いいですよ。長々弾いといいですよ。何を弾きますか。何でもいいんですよ、そんなもの。行き当たりばっちりじゃないですか。激しいのとか、意外とエッチっぽくていいな、それ。激しいの、はい、激しいのとか言われてもね。さて、今回も大橋さんに弾いてもらうガンズフレーズ、どんなリクエストが飛び出しますか。田中一郎の口ドラムも炸裂、お見逃しなく。はい、で今回もですね、音を出しつつ、はい、ね、あやのリクエストタイムはさらに続くわけですけども、まあまあとりあえず一曲なんかない、わがままにまた。じゃあ、Welcome to the Jungle。 すげえ代表曲じゃない。で、ね、そう、なんで前言わなかったんだ。あれは結構そのこういうロックンロールバンドで初めてなんかこういう、まあエアロとかが割とファンキーなねビートやってたんだけど、それをなんか復権させたのはこの曲だったかなって思って、すごい好きな曲だったんで、イントロがねなんかディレイがかかっててね、なんかこんなことやってんだよね。っていうかね、大橋さんその辺のセンスが結構マッチしてる感じです、もしかして。僕もね、当時ファンキーなやつがね、うん、ファンキーなロックだよとかって思ってたの。なんだけど、うん、ほら本気でさ、黒人サウンドまで持っていこうとしないじゃん、無理やり、うんうんうん、すごくね、そのドラムの音とかもすごく短めのさ、うん、タッタッパッツ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 パッ
ロックなファンキーじゃなくなるのよ。8ビートで16を弾くっていうね。ファーストンドンダンドダンツ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 ガンガンとかやったらかっこいいじゃん。それをチキチキパクチキで本気だったらね、ちょっとうっとしうっとしうっとしながらね、その微妙な差し加減がね。だからやっぱその辺のころはシルクハットとかさ、なんかこうなんかこう成長期とかさ、似合うなんかこうあるんですよ。なるほどね。やっぱそこはなんかもうワイルドで行こうとかさ、あのボーンとビワイルド、はいはい、ああいうのに始まったアメリカのロックの歴史の中に組み込めるかどうかはあるんだね、やっぱね。だそこはやっぱりいちいち黒人に行き過ぎると僕みたいになんかこうちょっとね、気弱なファンカーになるんだ、やっぱまずいね。気弱だったんです。頑張ろうね。いや、なんかやっぱね、真面目に行き過ぎちゃうとこあるんですよ。あのフットタッ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 とかナイロジャスとかさ、ああいうのまで細かくやりすぎちゃって、本当はこんなことにガンガンゴガン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 でいいじゃん。トト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 トあっガンガン、あ、両方入れてもかっこいいね。どっち見てても面白いですよ。そうやってみよう。いや、これね、口ドラム、口ギターうまいのよ。これが本物がうまくなればねっていうね、ギャグよく言ってるけどね。口ドラムはうまいよ。もう口ドラムでね、ドラムに説教してるもん。タロン、タロン、タロンってさ。ブレンブの練習、池袋、池袋、池袋とかね。そういうだけのを見てみたい。ないですよ、もう。スルッタコチ、スルッタコチ、ゴルゴサティンとか、そういう昔ありましたけどね。そんなのどうでもいいですけどね。あの、はい、いや、あの、そんななる中で、うん、今、エアロってシラッとあったじゃないですか。奴、うん、らっていうか、彼らが、元にしたのって何かあるんですかね。やっぱエアロの影響大きいと思うけど、うん、そのファンキーな部分とかね。単純にさ、あの、まあ、めちゃくちゃ有名だけど、Walk This Way とか、うん、ああいうのあるじゃないですか、うん、ああいうとこ来てるんですかね。来てると思うけどね。で、Walk This Way ってさ、ドドドタッドドタって、あれ2回とも同じダウンアップなんですかね。2回同じ。タタタタタタタ、オルタネイトでいくと逆じゃん、1回目と2回目。あれね、考えたのよ。あ、でもジョーペリーだから。そうだね。で、正しくはそうじゃない、1回目はダウンで始まって、2回目のフレーズアップから始まるんだけど、ジョーペリーは2回目ともダウンから始まってるかなとかいうね。あ、多分そうだと思う、ね、あの人ね、ピックの持ち方がなんかこうなんだよね、うんうんうん、で、すごいなんかね、不器用そうに弾くんだけど、うんうん、まあ、出てる音も割とね、突っかかりがちな、うん、不器用そうな音なんだけど、そうなんだよね、うん、だ多分ね、うん、そうやって黒人音楽っぽくやってないとは言っても、うん、アイカンド・ティナ・ターンとかね、ああいう風な世代の音楽絶対聴いてるのよ。ルーツだね。そういうのをね、そういう人たちの昔のフィルムを見ると、はい、オルダネートっていうあのリズムを刻む時にダウンアップ、うん、ダウンアップ書いてタタ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 タ空振りパッっていうのがね、これはあの動きを止めないでタタタタフタタタタっていうのをやるのがオルタネートなんですけど、タタ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 止めたらダウンアップが同じに当たるんで音色感に出るんですよ。でもビートは止まるわけ、うん、でどっちを選ぶかってなるんだけど、うん、その昔のやっぱブラックミュージシャンでね、めっちゃくちゃな人いるのよ、うん、もうオルタネートがとてもじゃないけど、うん、もうどう考えてもリズムが止まるような変な弾き方してるんだけど、めちゃくちゃノリがいいのよ。でそこにジョーペリーなんかね、うん、結構美を見出してさ、だからギタリストのそのいわゆる教則本的にはこうなんだけど、こっちの方がかっけえじゃんっていうのを意図的にね、うん、やってるのかなと思うと結構あるんですよね。だから今のも、うん、ね、おばさんとか僕はリズム考えて真面目に行くんだけど、うん、ジョーペリーはあそこ逆にしてっかなみたいなね、うん、今のフレーズもそうだけど、デインデデインデデインデってあるじゃない、デインデデインデって3つじゃん、要奇数じゃん、はい、奇数が繰り返すじゃん、うん、でもダウンアップダウンアップって偶数じゃない、うんうんうん、どうやって割る、だから、いや、だから例えばこうあったらさ、あれ違うわ、こうなんかこうこういう絵を描くのと一緒のようにさ、うん、なるわけですよ。できてないけどね。いや、いや、まあまあ、これでいいんだけどね。こういうフレーズだよね。あの、こういう。そうそう。これどこかって言ったら、オルタネットで弾いたら、こうなるんだけど、うんうん、でも、なんかまどろっこしいから、だから、気分的には、ダウンダウンアップ、ダウンダウンアップってやっちゃったりとかっていうのは、やりますよ。そうなんですよ、うん、そういうことをね、最初説明するのにね、話が早い人 は早いんですけど、うん、もう時間かかるときあるよね。なんで分かってくんねえんだよみたいなさ、あと跳ねてる跳ねてないで時間かかったりね、あーハーフシャッフルきついなみたいな、なんてこと言っておりますけど、なんか他にない、なんかセッペリンとかあっち関係はないですかね、ガンザンドルーズの場合は。あ、でもやっぱあの辺は通ってるんじゃないですかね。あの、そのイギリスだからとか言うんじゃなくて、うん、なんていうのかな、そのソウルフルな部分の取り込み方がそれぞれ違うじゃないですか。さすがにちょっとディープアップルとかさ、うん、もうちょっとメタル系に行くとまたちょっとマイナーのクラシカルな部分もあるんで話が違いますけども、うんうん、あのセブンスのロックというか、う
あのブルースとか、うん、着てるだけでもね、うん、ちょっとウェットさが違うもんね、微妙に。あと思いついたけど、あのピストルズとかが好きですよ。あ、そう。だからパンクのアティチュードも入ってたっていうのが結構かっこよかった部分かもしれないですね。もう前回でもねちょっと言いましたけど、そのほらどんなメロディーに対しても5度上平気でハモさしてるっていうね、それ強引じゃんっていうのは結構ねパンクの流れかもしれない。なんかやっぱり一つの旋律に対してさ、一音一音こうハモは違ってもいいはずなのに、もうベタでいいのあれ結構強引でねいいなと思うんですけどね、でもやっぱり何かを打破するとこからしか生まれないから、それでやっぱり完結してるのはいいんだろうと思いますけどね。でもまあガンズを特集しててこういうのもなんですけど、やっぱりメンバーが入れ替わったりね、あのいろんな形に発展していくのは、まあ、あのたまたまですけど、まあ、大橋さんも僕も脱退したこう経緯がありますので、やめていく人間に対しては一切悪くも言いませんし、残ってバンドを続けてるやつは偉いと思いますし、まあ、その辺はあのそれぞれが、自分の音楽をこう全うできるような人生を歩むことはね、僕らもこれから頑張りますので、こういったライブにこれからも来てください、はい、よろしくお願いします。参りました、ガンズ&ローゼス、ね、ギターもないモデルもないエフェクトもない中でどう伝えようかと、苦しんだんですけど、いや苦しんだって嘘ですけどね、僕がね、全くガンズ&ローゼスイエーイっていうのでもなかったんですけど、やっぱり気持ちのどっかに常にああいうロックがロックたるエッセンスを持ったバンドっていうのがさ、存在することが嬉しかったし、ともすれば日本も外国もいない時期がね、あったんですけど、本当にそれを間近で見た大橋さんのギターと、言葉に助けられてですね、2回にわたってお送りしましたけども、僕も逆にねちょっとエネルギーをもらいました、ね、大橋さんからもいただいて、この番組別にねガンズ&ローゼスのライブビデオを流す番組じゃありませんけども、なんかほらさっき言ってたような風景が見えるとか、そういうのがなんかロスとかの、ね、風景も見えてよかったなって非常に思ってますね。はい、匂いを感じましたね、またあのゴイターロック、ロックタルロックね、型やテクニカルのもありますけど、両方とも、食わず嫌いしないでね、探求したいと思います。ところでですね、今後大橋さんはですね、前回のお話は若干違ってアコギな旅に出るらしいんですよ。アコースティック、ね、今録音中なんですか？今録音してますね、いつ頃リリース予定ですか？は、7月の終わりか、まあ、夏予定します。まあ、それに向けて、ライブもあるそうなので、ピンでアコギっていうね、また違ったテーマで来る。そのツアーに合わせてね、幼馴染のワンアイドトラザースネークっていうグループがあるんですけども、そのバンドと一緒にね、ブラッククローズのトリビュートもやっちゃおうって言って、だから、2ステージやりますんで。あ、すげー、はい、2度おいしいライブが待ってます、アコギもエレキも弾きますイエス、大橋さんお迎えしてお送りしました、あやさんと共にお送りしました、ギターアッパーカットと中島でした。